2019年1月16日、カリフォルニア州行政法務局は、娯楽用大麻の販売が開始されてから1年余り経って、州の大麻産業を管理する最終規則及び規制を承認しました。大麻管理局、食糧農業省及び公衆衛生局は12月にカリフォルニア州行政法務局に提出する前に358ページの規則及び規制を書面にし、改定するのに何ヶ月も費やしました。認可が下りている数千もの農場、小売業者、研究所、その他のビジネスを含む大麻業界は一時的な規則の下で運営されていましたが、その多くは現在法律で管理されています。最も注目に値する政策の一つは、カリフォルニア州のどの管轄区でも販売店、ディスペンサリーが大麻の配達を許可することです。これらの規則は、州の認可を受けた100以上の店頭販売以外の配達会社とその顧客に対する法的な保護をします。これは自宅から出られない高齢者や外に出ることに対して制限がある人々にとって特に朗報です。この分野にたくさんの人が関心を持つようになったと、カリフォルニア州のディスペンサリーの経営者であるレイ・マークランド氏は言います。私たちは州の法律に基づいて事業を展開しました。身体障害があり製品を入手できないお客様に適しています。カリフォルニアは公式に大麻の宅配を合法化した最初でかつ唯一の州です。配達用車両は一度に最大5000ドル相当の大麻しか運べないことや、盗難やその他の犯罪の危険を減らすために大麻を運んでいることがわかる目印をつけてはいけないことなどが定められています。カリフォルニアで新たに制定された規制は、子どもへの安全な包装と大麻製品に含まれる重金属や毒素の厳格な検査を義務付けています。銀行は国によって管理されているため、大麻は引き続き現金取引となります。しかし今後は大麻小売業者が購入前に顧客 ID を確認するだけで済み、名前やその他の識別情報を記録する必要はなくなりました。以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。